こんにちは、綾瀬です。今日は障害者についての所得税控除を少し詳しくお話しします。障害者手帳を持っている人は税金が安くなるんだよね。あ、萌です。こんにちは。ごきげんよう、七海でございます。そうですね、所得税の控除といいますわ。こんにちは、ケンタです。レギュラーで参加することになりました。立花三人娘の皆さん、ありがとうございます。聞いてくださっている皆さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速お話をしていきましょう。所得税の障害者控除という制度です。納税者が障害者の場合は27万円、障害者の中でも重度の障害だと認定される特別障害者に該当する場合は40万円が確定申告において所得金額から控除されます。所得税の障害者控除はこの金額を所得金額から差し引く形で税金が安くなる制度です。扶養控除も受けられますよね。はい、同居特別障害者は75万円の所得控除が認められます。障害者と特別障害者の違いは何ですか？いろいろと複雑なんですけど、身体障害者については1級と2級が特別障害者ですね。精神の場合とかいろんな決まりがありますけど、視覚障害者が知っておきたいのは1、2級が特別障害者ということです。つまり1、2級の方の場合で納税者本人ならば40万円の控除が受けられるということですね。そして1、2級の方が扶養家族なら75万円の控除ですね。ご本人が3級以下ならば27万円の所得控除が受けられると。同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を1にする親族のいずれかとの同居状況としている人です。ごめんなさい、国税庁のサイトの表現は小難しくって。ねえ、その控除って実際にどのくらい税金が安くなるの？そうね、税率は所得によるから、所得が高い人ならたくさん税金が安くなるし、例えば税率が 10% なら2万7000円、4万円、7万5000円になるかも。市区町村の税金も同じような控除の制度があります。結構な税額、ちゃんとした方がいいわね。そうですわね。ねえ、健太くんは28歳でしょ、税金は納めているの？はい、僕は毎年確定申告をしてます。企業に勤めているわけではありませんから、自分でやっています。勤めている方なら会社でやってくれるんだ。そうね、源泉徴収という制度があって、会社などにお勤めの方は会社がやることになっているの。でもさ、会社には障害者だと知られたくないって人もいるでしょ？はい、そういう方は普通に障害者控除を受けない形で源泉徴収で納税した後、翌年の3月15日までに確定申告をするという方法があります。そうですね、そうすると多く払いすぎていた税金が戻ってきますわ。これを還付と言います。遅くとも5月には戻ってくるでしょうと最寄りの税務署ではおっしゃっていましたね。市区町村の住民税は会社で徴収してくれるところとご自身で納付する場合があります。隠したい方は毎年申告してください。納付を会社でやっている場合でも、市区町村が計算した税額のみを会社に知らせるようになっているそうです。控除の明細を会社に知られることはありません。うん、解決針もマーカナタイヨウモウエーテイル三橋道也ポンペがくるりと。確かに障害があることが分かって会社で不利益を受けたというお話は SNS でも見受けますから、ご心配な方にはこういう方法がありますね。申告の時理由を聞かれたら、会社に知られたくないからとはっきりおっしゃっても問題はないようでございますわ。ところで萌え先輩、解決ならズバッとかライオン丸ではないでしょうか？それでも十分古うございますね。黒ずきんもありましたけど。立花龍之介です。今日は小難しい話ですいません。まあ普通はね、お勤めの方でしたらば給与の担当の方がよくご存知ですし、確定申告の場合ね、申告を手伝ってくれる係員の方、詳しくは教えてくださるとは思うんですが、念のため、配信として残しておこうと思いました。実はこれ以外もですね、例えば相続税などでも特別障害者と言われる方たちについては随分有利な制度などがございますので、
頭の片隅に置いておいていただけるといいかもしれません。まあ2級1級以外の身体障害の方とは言ってもね、年間27万円の控除を受けられますから、それを思うとまあお仕事をなさってる状況にもよりますけれども、早めに障害者手帳は取得しておいた方がいいと考える方もいるかもしれません。あまり2級以下はメリットはあまりないよってたまに聞くんですけど、まあ、前回のね、さまざまなサービスでもね、タクシーの割引もありますし、ディズニーとか USJ の割引もありますしね、うん、障害者手帳とうまく付き合っていった方がいいのかなというふうに私も最近思っております。この後ですね、視覚障害の方については1級2級が特別障害者ということになるんですが、それ以外の方も聞いてらっしゃるかもしれませんし、もしかしたら近くにいらっしゃる方もあるかもしれませんので、国税庁のウェブサイトに従ってその情報をお届けして今回は終わりたいと思います。話は変わりますが、解決ライオン丸、体の割に顔でかすぎてなんかバトルしにくそうだなぁとずっと思っておりました。解決ズバッとはよくわかりません。解決黒ずきんは、東映で大友龍太郎さんが演じてらっしゃいました。まあクラマテングっぽいですよね。はい、もう少しお付き合いください。ここからは税金のルールに定めてある障害者の説明を国税庁のホームページを参照にしながらお話しします。例によって小難しいのね。そうね、障害者とは次の方を言います。1、精神上の障害により自利を弁し知する能力を欠く状況にある方、特別障害者となります。2、精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方、重度の知的障害者と判定された方は特別障害者となります。3、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、障害等級が1級と記載されている方は特別障害者となります。4、身体障害者手帳に身体上の障害があるものとして記載されている方、障害の程度が1級または2級と記載されている方は特別障害者となります。あ、ここで身体障害者のことが出てくるのね。そうですね、続けます。5、戦傷病者手帳の交付を受けている方、障害の程度が恩給法に定める特別交渉から第3交渉までの方は特別障害者となります。先の戦争で傷を負った方などについてのルールですね。6、原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方、特別障害者となります。これは被爆者の方ですね。7、いつも就職していて複雑な介護を受けなければならない方、特別障害者となります。いわゆる寝たきりの方でしょうか。ちょっと長いです。8、精神または身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が1、2、または4に掲げる方に準ずるものとして市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けているもの、1、2、または4に掲げる方のうち特別障害者となる方に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方は特別障害者となります。以上です。サポートを必要な人がこれだけいらっしゃるということだね。そうね、いろんな制度があることを勉強いたしましたわ。それでは所得税以外の障害者が使える制度の項目をお届けして今回は終わりたいと思いますわ。障害をお持ちの方は先ほどお話しした所得税の控除以外にもいろいろな特例を受けられます。まず相続税の障害者控除ですね。これは相続を受ける方が障害者の場合の相続税の減額制度です。次に特定障害者に対する贈与税の非課税の制度があります。この特定障害者というのは特別障害者と精神に障害のある方のことです。一定の要件のもとに贈与税が一定額までかからない制度です。信託などの面倒な説明なので
気になる方は専門家にお問い合わせください。少額貯蓄の利子等の非課税の制度があります。心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税という制度もあるそうです。皆様に申し上げます。今回の内容は立花龍之介ラジオ調べです。万一違っていることがあるかもしれません。税については専門家にお問い合わせするなどをお願い申し上げます。ななみさん、いつもありがとう。みんなの感想を聞かせて。いろいろなところでいろいろな制度があって、こうやって配信することはいいことだなと僕は思いました。私はパパもママも毎年3月頃難しい顔をしているわけが分かったわ。特にママ、萌ちゃんのママは在宅ワーカーですものね。私は龍之介さんも言っていたように、税金や各種サービスのことも知った上で障害者手帳の取得を考えていただきたいなと思いましたわ。だって自動車税の減免は視覚障害者は4級から受けられますし、所得控除は3級以下の方も27万円ですわ。物価も上がっているのですからね、綾瀬ちゃん。はい、私の感想はこういう制度も長い時をかけて作られているんだろうなということです。そうですわね。日本の視覚障害者へのサポートの歴史は琵琶法師平安の頃からありますわ。龍之介さんは必要なサポートを受けて明るく楽しく元気にやってらっしゃいますから、私たちも頑張りましょう。そうだね。はい、本日も最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございます。チャンネル登録コメントなどをいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ごきげんよう。さよなら。また来てくださいね。きっとだよ。バイバイ。本日は立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないこともあります。どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。